皆様こんばんは。4月の24日午後9時21分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日週中水曜日でございますね、配信を行っていきたいと思います。私ビットマン TV もね、先ほど9時ちょっと過ぎぐらいかな、に、自宅の方に戻ってきました。今日はね、仕事がちょっと遅くまでありましたので、今しがた戻ってきたところでございます。配信がね、終わり次第、ご飯を、今日はねパスタを食べようかなというふうに思ってるわけでございますけれども、ご飯を食べてお酒を飲んでぐっすり寝てと、明日に向けて体調管理をね、しっかりしていこうかなというふうに思ってる次第でございます。で、あとあれね、聞こうというか、ね、6時半から7時ぐらいでもかなりね、明るい様相ですね、外自体がね、ですから、ちょっとこうなんかの夏のね、なんかこう足音が、聞こえてきてるような感じもね、いたしますよ。まあ夏に入るとね、まあ、あちらですよ、日がね、長く昇っている状況でございましょうから、まあね、それはそれで、まあね、ビットマン TV ね、夏の匂いって結構大好きなんですよ。冬の匂いとか夏の匂いってあるじゃないですか。で、ね、夕方ぐらいのこうセミが鳴く鳴いている状況でね、こう夏の匂いがプーンってしてから、ね、ちょっとこう薄暗い感じ、雰囲気がね大好きなわけでございます。まあ、とにもかくにも、日が長くなってきたなというところでね、皆さん楽しいサマーがねもうすぐ訪れますから、よろしくお願いいたします。お願いいたします。で、行っちゃいましょう。気候の話はどうでもいいということで、今ね、見ていただいているのが、ビットマン TV のポスト、X の方になりまして、昨日ね、通常配信の代わりに、こちら、サトシデックスというね、まあ、言ってしまうと、ビットコイン、のブロックチェーン上で展開をされる分散型取引所の、まあ、情報をね、動画にまとめて配信をいたしました。で、もしね、まだ見てらっしゃらない方がいるんであれば、ぜひともね、まあ、情報収集という意味合いも込めて、まあ、見てみてください。まあ、ちらっと、なんかこう、海外とかの方では話題にはね、なっているらしいんでございますけれども、今ね、まだ先ほど調べたらプレセール中でございました。で、ビットマン TV もね、かなり少額ですよ。500テザー分ぐらいかな。うん、500テザー分ぐらいの、サトシデックスのね、取引所通貨を買ったところでございます。もしね、動画を見ていただいて、買いたいなというふうに思う方いるんであれば、動画の説明欄の方に、そのサトシデックスのね、リンク貼っております。紹介リンクでございますね。貼っておりますので、ぜひともね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。まあね、余裕がない方はね、まあ、このサトシデックスに関しては、まあ流してもいいのかなっていう感じ。まあどうなるかわかりませんしね。ほら、分散型取引所って、結構こうね、いろいろ出てるじゃないですか。ね、例えばハマればね、バリッとこう、力強い動きがね、結構長い間続いていくのかなと思うんだけれども、ハマらなければね、結構時間がかかったりする、もだし、結構忘れ去られてしまうっていうね、側面、危険性もあるかもしれないので、まあそういった意味も含めるとね、まあある程度余裕のある方のみの案件にはなるのかな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。一応ビットマン TV は購入はいたしました。少額ですけれどもね。まあ、ミーム系通貨とはね、ちょっとこう、立ち位置が違うような、まあ感じにも、ちょっとというか、だいぶね、違うような感じにもなっておりますから、まあ、とにもかくにもね、見ていただいてから、購入判断、皆様ね、ご自身でしてみてください。で、あとは、ビットゲットさんの方でね、エピックという通貨が、イノベーションゾーン、ミームゾーン、およびソラナミームゾーンに上場をしたということで、今ね、もうかなりギリギリなんですけれども、キャンディーボムにて入金タスクを完了すると、報酬チケットがね、もらえますよというキャンペーンをやっております。で、これね、急に、うん、ビットマン TV な、ビットマン TV も流したわけでございます。けれども、一応このね、キャンペーン自体が、こちら、4月25日、だから明日の午後8時、はい、明日の午後8時が、これキャンペーンの期限になりますからね。まあ、もし今やるんであればね、結構滑り込みの状況にはなるかなと思いますけれども、もしエピックを持っている方がいるんであれば、ぜひともね、入金してみてください。で、アカウントをね、もしビットゲットさんお持ちでない方がいるんであれば、ビットマン TV の、動画の説明欄並びに、新規アカウント解説はこちらだというところね、ビットマン TV 専用リンクをご用意しておりますので、ぜひともね、こちらの方もご活用いただけたら大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう。ちょっと時間も遅いのでね、サクッと行きましょう。まずはお一つ目、こちら行きます。ビットコインの200日移動平均線が
過去最高値に今ね、接近をしていると。で、歴史的には激しいね、上昇を予兆しています。ということですね。行きましょう。はい。ビットコインの価格は、10月に、200日の単純移動平均線を超えて、強気の領域に入り、先月、7万3000ドルを超えるね、過去最高値を更新したと。で、現在、長期トレンドの重要なバロメーターである、同平均線も、強気の勢いをね、示すように急上昇しており、2022年2月の、4万9452ドルという過去のピークを上回る勢いのようだと。で、執筆時点ではビットコインは6万6200ドル。今もそれぐらいの金額かな。うん。で、200日の、平均線は、4万と7909ドルで取引をされていると。で、過去のデータによると強気サイクルの最も激しい局面は、この、平均線がね、前回のピークを超えて生涯最高値を更新した後に展開をされるため、トレーダーにとっては注目にね、値しますと。で、3回目の半減から6ヶ月後の2020年11月初旬、ビットコインの200日 SMA 移動平均線は1万320ドルを超えて当時の最高値まで上昇しました。その後、2021年4月中旬までに、ビットコインは 4.5 倍の6万3800ドルまで上昇と。で、それ以前にも、この暗号資産は、まあ、ビットコインでしょうね。2016年12月にこの、平均線が最高値を更新してから12ヶ月。つまり、2度目の半減から5ヶ月で2万ドル近くまで 2000% 以上の急騰を遂げたと。で、2012年11月に、平均線が新高値を更新した後にも同じような急騰がね、展開と。で、ただし例によって過去のデータは将来の結果をね、保証するものではありませんと。まあ歴史的な流れを見ると、まあそういった形になってますけどもね、ということですよね。で、200日、移動平均の新高値への移動は、歴史的に強気相場の最も激しい局面への道をね、まあ今までは開いてきましたと。まあこういったグラフのようにね、描いてきました。あと白いものが、この黄色のね、横の水平ラインを越えていったら強気がガーッと勢い増していったということでしょうね。で、今そこにまあ近づきつつある、越えつつあるということでしょう。で、とはいえビットコインの弱気相場は2022年11月にそこを迎え、その後の数ヶ月で、価格が上昇したが、これは半減の15ヶ月前にそこを打って新たな上昇を始めるというね、過去のパターンと一致と。で、ビットコインのブロックチェーンは20日に4回目のマイニング報酬半減を実施し、1ブロックあたりのコイン排出量ね、まあ、言ってしまうと報酬が、6ビットから3ビットになりましたよと、下がりましたよということですね。で、大半のアナリストは、政府債務懸念の高まりがいずれFRB にね、急速な利下げを迫り、暗号資産を含むリスク資産が上昇トレンドを維持するとの見方を示していると。しかし、短期的には利益確定売りや債券市場のボラティリティによって、価格が下落する可能性があります。ということで、まあ一応ね、まあ歴史的な流れで行くならば、もう少ししたら、200日の移動平均線が4万9400ドルというラインを超えていく。そうなると、今までの過去の例で行くならばね、大きな大きな、激しい上昇が起こっていたので、今回はどうなることやると、ちょっと注目にね、値するかもしれませんから一応意識はしておいてください。で、次行きましょう。次はリップル関係のねニュースですよ。行きまーす。リップル社、SEC が求めた約20億ドルの罰金を拒否と。まあこれね、高すぎますよ、普通に考えるとね。で、1000万ドル以下にするべきと主張。逆に言うと、これ1000万ドル以下にするべきと主張してるってことは、1000万ドルぐらいだったら払いますよってことを言ってるんで、これね、もし SEC がそこで OK 出すんであれば、一気に和解の方向に、和解というかね、この1000万ドルの、まあ、罰金でもうまあチャラにしましょうみたいな流れがね、来るかもしれませんから、一気に様相がいい方向に流れていくかもしれませんよ。それがあったので、ちょっとね、ニュースで取り上げようと思いました。いきまーす。リップララボは4月の22日、XRP レジャーブロックチェーンを手掛ける同社に対して、約20億ドルの罰金を科すようにニューヨークの裁判所に求めた SEC の主張に対して反対をね、申し立てたと。まあ、そうですよね、20億ドル高すぎ、どう考えたって。で、裁判所は SEC の差し止め請求、不正利得請求、そして判決前利息請求を却下し、1000万ドル以下の民事罰を科すべきだというふうに提出書類には書かれている。だから1000万ドルだったら払うっていうことを言ってるんですよ。で、SEC は裁判所に対して、リップルラボ社に8億7600万ドルの不正利得請求、1億9800万ドルの判決前利息、そして8億7600万ドルの民事罰、合計19億5000万ドルの支払いをね、命じるようを求めていたと。で、裁判所はリップル社が XRP の機関投資家向け販売を行うことで、連邦証券法にね、違反したと、こちらは認定をしましたが、
機関投資家向けへの販売はね、販売所やアルゴリズムによる XRP の販売も、同法に違反するという SEC による申し立てを棄却したと。だから個人で買う分には特に問題なかったってことを言ってるわけですよ。まあこれがね、裁判として一部分だけでも、まあリップル社がね、訴訟したというふうに流れてきてましたもんね。で、SEC の是正要求は、この訴訟をね、悩ませている行政の行き過ぎを示すさらなる証拠だとリップルの弁護士はね、述べていますと。で、SEC はあたかも完全に勝訴して、無謀な行為を証明したかのように振る舞っていると。で、実際はそのどちらも行っていない。SEC はまた、最高裁判所と巡回控訴裁判所の判例によって、禁止されている不正利得の請求と、デジタル資産の事件で他の被告や、非申し立て人から得た金額の20倍を超える罰金をとにかく求めていると。で、さらに、リップル社の機関投資家向け販売による収入、所得税、損失を修正した段階で、リップル社に支払うべき利益はね、ないと主張をしました。ということで、まあね、総じて言うならば先ほど言ったように、1000万ドル以下だったら払うっていうね、こう、意思をちょっとこう、リップル社が出してますよね、ぶっちゃけた話ね。だから、それを SEC 側がね、何遍も言ったらなんですけど、分かったと。あ、じゃあそこまで言うんだったら、じゃあ1000万ドルは少なくても払ってくださいねっていう風な落としどころを、になるんであればね、一気に、いい方向に流れていく可能性がある。そうなると、まあ、ほら、リップル社からちょっと意識が離れていて、今、SEC、イーサリアムにちょっかい出してるでしょ？イーサリアムが証券なんじゃないかみたいなことを、なんかまたまた言い出してるじゃないですか。だからね、そっちの方向にもしかしたら、次は舵を切っていく可能性があるので、そうなるとね、逆に言うとリップルにとってはね、いい状況が生まれてくるんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにもね、ガーリングハウス CEO も、今年2024年、リップルにとってはかなり重要な年だというふうに言っておりましたから、もしかしたらね、本当にいい状況が出てくるかもしれませんので、気になる方はね、まあ、現物なり購入してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、次行きましょう。次はというか、チャートね、この流れのまま見ておきましょう。まずはビットコインですね。行きまーす。ビットコインなんですけれども、ただいまの価格が 66,630 ドルあたりをね、推移しているような状況でございます。で、今、日足を見ましたけれども、月足レベルで言うならばね、やっぱりここ、先月の実態上ブレイク、71,000 ドル超え、71,000 ドル以上にね、価格を押し上げてくれるんであれば、もう歴史的な長い期間における、いわゆる 8ヶ月連続陽線という状況になるので、さらなるね、上昇への拍車がやっぱりかかっていくんじゃないかなと。月末に向けてね、やっぱりこう、今上がっては来ておりますけれども、71,000 ドルが焦点の一つにはなるかなと。で、その前段階でね、69,000 ドルっていうのが、まずは、超えるべき重要な山場。69,000 ドルは、前回、まあ、2021年の史上最高値、前回最高値っていうふうに言っていいかな。前回の最高値値値がちょうど69,000ドルでした。で、直近でもその69,000ドルっていうものをね、レジサポ転換線としてかなりね、機能させて、おりました。はい、こういった形で見たらわかるかなと思いますけれども、レジスタンス機能、上にブレイクしていってからの、まあ、ここですね、サポート転換しておりますし、下に割れ込んでが、まあ、ここもサポート転換か。まだね、レジスタンスもう一回アタックに入っていないし、もともとね、短期的に三角持ち合いを作っていて、そのサポートラインと、この69,000ドル、今言った青いラインね、これ被ってるんで、上がってきた際にはね、やっぱり戻り売りには当然注意でしょう。利益確定ポイントとして意識されやすいところでございましょうからね。そこは注意。ただ、ここを超えていけば当然ね、71,000ドルアタックに入ってくるかなと。71,000ドルを超えていけば、直近というか、まあ、史上最高値の73,500ドル。抜ければ8万ドル、並びに8万2000ドルあたりまでの上昇というのはね、見ていけるかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。先物関係で勝負したい方は、もう7万1000ドルを超えてからのね、ロングインがいいでしょう。もしくは、ここからね、今、ちょうど、日足レベルで移動平均線であるとか、日足の雲がちょっと邪魔になっているのでね、売り圧で押されて、もし、例えば6万9000まで一回上に上がるんだけれども、ヒゲで押されて落ちてくるんだったら、ここ、もともとね、上昇平行チャンネルの、この青い帯帯のレジスタンスラインをサポート転換してますから、直近でも。だから、価格で言うならば、ここね、6万2000ドルあたりで支えが入るかどうか。だから、ロングインしたい方は、下は6万2000ドルでの反発狙い。上に関して言うと、まあ、6万9000よりもね、もう7万1000ドルを超えた後の、この右下がりのね、頭を押さえつけられているラインを超えていった後のロングインっていうのがいいかなというふうに思いますので、それを超えていけば、さっきも言ったように、7万3500ドルで部分利確。そして、そこを抜けていけば、もう8万ドルまで一気掛けでいく可能性がありますからね。8万ドルから8万2000ドルあたりって、まあ、全流しぐらいのレベルでいいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ次行きましょう。またにもかくにも上はね、7万1000、下は6万2000ドルっていうところが今重要にはなるかなという感じ。で、次はイーサリアムですね。ただいまの価格が3280ドルあたりをね、推移しているようなところ。で、この通貨に関して言うならば、もうまずはね、3520ドル。
これを超えていけばちょっと力強さが出てくるかなと思うんですけど、その直上に3650ドルあたりに重要な水平ラインがあるんですよ。だからまあ3500ドルあたりをそうだね、3540ドルあたりを超えていったとしても、まあ日足の雲とね、右下がりのトレンドラインクリアするのでいい形で上がってくるかなと思うんだけれども、おそらく3650っていうのがまた壁になると思います。でかなり距離が近いので、まあ先物関係をやる方はね、3650ドルを超えていってからの4080ドルあたりを狙っていくっていう流れ、この青いラインね、直近、高値かなを狙っていくようなフェーズが出てくるかなと思いますので3650を超えてからの4080ドルを狙っていくフェーズ、もしくは下にを試してくるんであれば、長期の移動平均線がぐーっと上がってきているので、その下に3050ドルというね、重要な水平ラインがありますから、まあ、3080ドルから3050ドル、まあ、3000ドル前半あたりで、もしね、落ちてくるんだったら反発狙いのロングインという、どちらかがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、ショート仕掛けをしたい方は、まあ、言わずもがなここでしょう。それこそ3500ドルあたりね、3500ドルあたりでショートインをして、下落、まあ、売り圧に乗っかって下落を狙っていくみたいな形がいいかなと。で、3500ドルでショートイン入るんだったら、もう少なくとも3650ドル、黄色の水平ラインね、これ超えていったらもう損切りをしていかないとまずいような状況になる可能性がありますので、そこだけはね注意しておいてください。はい、で次行きましょう。次はリップルですね。行きまーす。リップルなんですけれども、ただいまの価格 0.544 ドルあたりをね推移しているようなところで、今これ見ていただいているのが日足なんでございますけれども、右下がりのねトレンドラインを上にブレイクいたしました。はい、右下がりのね、トレンドラインをブレイクいたしまして、ちょっと短期的には力強さが出てきて、重要なね水平ラインの 0.55 ドルあたりに今ちょうど実態としてはアタックしているところ。ただどうかな、4時間でねこう抜けたり抜けなかったりしているんですよね。まあ騙し上げみたいな形で抜けたりしてるんですけれども、日足レベルでねやっぱりこう、この黄色のラインないしはこの青いね短期の移動平均線上に乗っかってくれれば、だからドルベースで行くならばどれぐらいかな今、0.547 ドル、だから 0.55 ドル以上で 0.55 ドル以上で日足を確定してくれるんであればね、まだ上っていうところを目指していけるのかなと。右上がりのサポートトレンドラインがちょうど 0.57 ドルあたりにいるので、 0.55 ドルを超えていけばさらにね 0.02 ドルぐらいの上昇っていうのがやっぱりこう見ていけるんじゃないかなというところがあります。日足レベルのねマックD線も右上がりでございますから、まあ、ここに関してはね様相がいいところ、とにかく短期の日足短期の移動平均が邪魔になってるんで、 0.55 ドル以上での日足確定をしてくれるんだったらロングチャンスとしてね捉えておいてください。ただし、まあ、かなり小幅になりますから 0.557 ドル後半あたりで、まあ、部分利確をねかましていく。で残りは上にブレイクしていけばまたまた右下がりのねトレンドラインアタック 0.63 ドルアタックに入ってくる可能性がありますから、まあ、そこでのね利益確定、短期トレードをする方は利益確定というのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それぐらいにしておきましょうかね。ちょっと今日時間が遅いのでね、ごめんなさいごめんなさい、3通貨だけにしておきましょう。ちょっとビットコインとイーサリアムメインで、あまり動きがね、大きく出ていないので、まあ静観っていうところも一つね視野に入れながらねやっていくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね本日の配信は以上となります。またまた皆様次の配信でお会いしましょう。ではバイ。